どうも、芸人×ポトスペースでございます。吉本芸人、大野隆弘と申します。よろしくお願いします。さあ、今日はね、リアタイと S ランク契約書2枚引いていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、まずはリアタイですね。まあね、ゴールドランク5に昇格しました。で、こっからね、多分これ4勝しないと上がれないっていうことですよね。4勝1敗で多分上がれるんで、まあ、ここからの5連戦、きっちり4勝したいと思います。よろしくお願いします。3勝だと足りないもんね。さあ、初戦ムアです。ムア投手、さあ今日こそ、まずは、初戦ということで、勝ちを、勝利をつかみ取りたいです。はい、さあ行きましょう。わ、常人3位の千賀投手、えぐいな、えぐいっすね。初戦からえぐいピッチャー来ましたよ。やっぱりプラチナへの道は遠いですね。まあ、僕ね、千賀投手マジ打てないですよね。ただまあ僕も、打撃は向上してますから、なんとかこの初戦勝ちたいと思います。まあ、ムーア投手 V 参りました。いや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 、やめてくださいよ。千賀投手使っといて参りました、ないでしょう。さあ、レベル70まで行きました。特訓マックスの坂本、行きましょう。リードオフマン、うん、ツーシームとフォークは気をつけたいな。ういー、あざっせー、最高だよ坂本ちゃん。坂本ちゃん最高、最高の出だしじゃん。うん、フォーク完璧に読み切りましたね。はい、いよいよ、しょうがないよ、丸ちゃん、丸ちゃん行こう、丸ちゃん。あー、くそ。いや、ちょっとマジで坂本選手の先頭打者ホームランえぐかったな。さあ、続こう、柳田選手、ギーター、ギーター、ギーター、うん、通信ファーストはね、打っていきたいな。それ入る。今のは手出しちゃいけないとこだったな。あ、微妙に危なかったよ、でも今のも。あー、通信ファーストいく。さあ、春さん、さっき右バッターの坂本選手打ってますから続きましょう。フォークはもう投げてこないかもな。うん、多分フォークはもう投げてこないかな。あー、投げてきた。微妙に切れるフォークか。あー、惜しかったな今のは。あー、まあしょうがない、しょうがない。いや、ちょっと坂本選手が良すぎたからな、マジで。さあ、ここはせっかくね、1点先取したんで、この1点を守りきり、いや、参りましたばっかりやんか。どうしたの、本当に。って言ってからのじゃないの、この人。参りましたって言ってからの。さあ、ムア投手いこう。何気にね、ムア投手結構ね、勝ってるはずなんですよね。うん、ナイスピッチ。結構勝ってると思うんですよ、ムーア投手は。これはね、入れてくるカットボールですよ。うわ、入らない。いや、決まったと思いましたよ。え、これナイスバッチじゃない。やば、やばい、やばい、やばい、えぐい、えぐい、えぐい、このやっぱりえぐいよ。参りましたとか言っといて、えぐい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 っすわ。やばい、やばい、やばい、これもうリード守りきれなくなってんじゃん。やばいよ。この通信ファーストどうすか。 OK よ、ナイスピッチ、ナイスピッチ。通信ファーストはやっぱ打ちにくいでしょう。さあ、松田選手、ここはどうすか。 OK よ、ここカットボールでいきましょう。通信と見せかけての、うん、で、ここでゲッツーだ、ゲッツー。オッケー、ナイス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 。危ねえ、
危ねえよめちゃめちゃ。頼む、ここは振ってくれ。あーでも入ったか。え嘘、やばいやばいやばい、え嘘、いやラッキーラッキーです。いやマジやばいな。でもこれ1点じゃ足りないな、1点じゃ絶対足りない。川端選手行こう。この前サヨナラ打ったねえ、あのリアルの方でね、サヨナラタイムリー打ちましたよね。いやないバッチなんだけどな、ちょっと合わないな。ないバッチないバッチ。次ボールだろ多分。うわ嘘、うわちょっとちょっとね、今のはあのミスった。今のは完璧に、あの入れてくると思わなかった。フォーク待つ、フォーク。あーこれやばいやばいな、この1点じゃ足りないって、マジでこの1点じゃ足りないっしょ。うん、平田さんお願いしますよ。あーやばい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 、これやばいな。ピッチャー交代しようかな。右なんでちょっとピッチャー交代します。うわ沢村選手使えねえの、マジかよ。ここは大谷投手行きましょうか。参りました大谷投手行きましょう。通知ます B 大谷。うん、いいよ大谷、行け打ちました。 OK ナイス、いいよ。まだこれ守備固めしよう、守備固めするの忘れた。レフト、ファースト井上選手。 OK 守備固めですね。外角のスシマス初ですよ。 OK ナイスショー、いいよ。あと1人だ。ここ振ってこい、振らない。ここの対しますどうだ、振ってこない。ここ一回カーブですね、振ってこないですね。ここはもうスシーム。 OK ナイスショー、 OK ナイスショー、ありがとうございました。いやーこれは絶対ね、本当力的に言うとね、うまさ的に言うとリアタイのこれ確実に相手の方が強かったです。はい、もう肌で感じました。ただもうやっぱ坂本選手の先頭でホームラン、もうこれが効きましたよね本当に。ありがとうございました。この1本で勝ったと言わざるを得ない。あの千賀投手からやっぱり最初フォーク見切ってホームラン打ったのはさすが坂本選手でしたね。うん、いやー5連戦の初戦取ったの大きいっすわ、ありがとうございます。千賀投手に土つけたの初じゃないかな。うわ B ランク契約書か。いやでも餌が欲しいんで B ランクも嬉しいっす、ありがとうございます。いやーなんとかね5連戦の、最初、なんとか取れました。はい、あとはこれで3勝1敗ですか。あとは3勝すればいいですね。なかなかねそれも厳しいですけども、なんとかね勝っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、では今から S ランク契約書開封に参ります。さあ今からね S ランク契約書を引いていきたいと思います。まずはメインから引いていきたいと思います。いやワクワクしますね。はい、行きましょう。 S ランク契約書プロスピ交流戦の累計です。では行きます。いい選手が欲しい、うん、もういい選手であれば、うん、本当にいい選手多いじゃないですか。ここでのね確定室は熱いよ。あ熱い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 。さあ来い、何が来るか、来い。フランスはありがとうございます。フランスは選手ありがとうございます。抑えですか。うーんなるほどね、しますと F か、なるほど、ありがとうございます。フランスは投手が、メインは当たりました、ありがとうございました。
さあ続いて、サブアカの方で、その契約書を引いていきたいと思います。さあ行きましょう。どうかな。メインの方はフランスは投手でした。さあサブアカの方どうでしょう。いい選手が欲しいですね。いい選手が欲しい。ここパリンですか。終われない。さあどうだ。いい選手来い。お、宮崎選手、ありがとうございます。宮崎選手はめっちゃ嬉しいな。サード、ありがとうございます。宮崎選手、ああ守備 D か。なるほどね。あでもめっちゃ嬉しいわ、ありがとうございます。宮崎選手育てます、ありがとうございます。はい、ということで、S ランク契約書はフランスは投手と宮崎選手でした。ね、僕的にはね、サブアカの宮崎選手がすごい嬉しいです。はい。かなりね、嬉しいですね。スタメンでちょっと鈴木大地選手か宮崎選手どっちか、どっち使おうかちょっと迷ってますけども。育てたいと思います。ということで、本日の動画は以上となります。この動画良かったと思う方、チャンネル登録、そしてグッドボタン、もしくはコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。これが僕の、エネルギーとなります、ぜひよろしくお願いします。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。